ありがとうございます、皆様には伊沢に古くから伝わります2曲見上がりと剣林をお聴きいただきました。なんかちょっとあれですね、皆さん眠くなった感じですかね。大丈夫ですか。大丈夫、眠くならない前にお酒とか買ってきてここで見てもいいですからね。酔わない程度に、お聴きください。さて続いての曲、秋田から来ましたから2曲ぐらいはですね、秋田民謡を披露していきます。秋田民謡の中から秋田音頭ですね。もしよろしければ皆さん手拍子なんかいただければありがたいです。それでは、これも秋田に古くから伝わります秋田民謡から秋田音頭を皆様にお聴きいただきます。Nah.